横に捉えてる。足も照れてんだよ。やったー！
5分経過、5 minutes past。Come on!
てください。お気をつけください。Yeah!
リング。強調して絆として思い描いて明るく楽しくやってます。でどちらが楽しかったかはお客様の判断にお任せをします。でも僕は組んで戦った以上負けてないと思っています。それで髪の毛も剃って43歳何やってんだと嫁に怒られましたがこんな感じで頑張ってます。で、一つお知らせがあります。今日のセミの中川の試合、滝沢そして佐山の試合を見てですね、彼らは非常にもう頑張って、もう頑張ってってもレベルじゃないですね、もういろんな方に評価していただいて他団体に出ています。なので来年の3月をもって彼らはアスカを卒業してもらいます。合わせて僕の役目は終わりなので3月で引退をします。なんでまだやれんだろ。自分の美学でボロボロになってまでやるっていうのも皆さんあるとは思うんですけど、僕の美学はそこまでの美学ではないので歩いてリングを降りたいっていうのが美学です。なので役目としては田尻さんがじゃないな運命のいたずらでデビューできなかった佐山中川をデビューさせることまでが僕の精一杯の夢の後継ぎです。そしていろんな団体に呼ばれるようになりました。あとはごめんなさい、僕もこれ以上のレベルは行ったことがないので、僕もまだまだキャリア6年目の人間なのでそれ以上は分からないんです。育成方法が分からないので、なのであとは彼らが歌丸のように海外に行ったり、大きな団体さんに入って頑張るかもしれません。そこは彼らの意思に任せます。なので来年の1月、2月、まだ大会もあります、3月もあります。ただ3月はファイナルです。そこで僕の役目は終わりです。なので引退をしますさせていただきます。そして今日の皆さん、メインで戦っていただいた4人は4人、そして仲間の他3人は僕にとっては大事な7人です。本当にありがとうございます。